ナミンのカタルームのコーナーです。このコーナーでは私ナナミユキが大好きな愛してやまない菅野陽子様の曲を一曲セレクトしていくコーナーです。そしてこのコーナーの最終目的はいつか菅野陽子さんをゲストに呼ぶことを最終目的としております。はい、ということで、今日もですね、大好きな菅野陽子様の曲をセレクトしていっちゃうんですけれども、メールも来てますよ。一時代といえば自転車移動かっこかりさん、ありがとうございます。カタルーム、今日はジブリの話ということなんで、つながりを考えると手嶋葵さんでしょうかって来ましたが、そこは関係ない曲をまた持ってきましたよ。はい、あのね、今日は最近トレンドに菅野陽子さんがなったので、やっぱりこちらの曲かなと思ってこの曲を持ってきちゃいました。てかみんなツイッターで菅野陽子様がトレンドになったの知ってます？これ確か先週ぐらいなんですけど、やっぱり来ましたよ、この話が来ちゃいました。ネットフリックスでですね、来年2021年秋にですね、実写版のカウボーイビバップ、はい、こちらが、放送されるらしいんですが、なんとこの実写のカウボーイビバップもですよ、アニメ版楽曲を手掛けた私たちの大好きな菅野陽子様が楽曲を手掛けることになりました。すごいよね。だって普通さ、アニメはアニメでね、実写は実写でね、音楽とか全然雰囲気とかも変わっちゃったりするじゃないですか。ですけれども、やっぱカウボーイビバップといえば菅野陽子ということもありまして、実写版のカウボーイビバップですよ。もう嬉しいよね。あの、ネットフリックスとアメリカのテレビの制作会社、トゥモロースタジオ共同制作の実写ドラマ化ですけれども、こちらで、なんと音楽は、菅野陽子さんということで、嬉しいね。ネットフリックスジャパンのアニメ公式アカウントでは、菅野陽子さんなしのカーボーイビバップはありえないというふうに紹介してるんですけれども、このネットフリックスのアカウントで、なんか、実際に俳優さんたちが、カーボーイビバップの、まあ、宣伝、をしている動画が上がっているんですね。これツイッターで見れてすごい拡散されてるんですけれども、この動画で、まあ、菅野陽子さんのあのお決まりのあの曲が流れていて、でいろんなこうテロップが出るんですけど、 Weep out 陽子って書いてあって、まあ、音楽菅野陽子ってすごい書いてあるんですよ。もうこれは本当に素晴らしいことだよね。嬉しいですよね。もうなんか菅野陽子さん本当にアニメの枠、日本の枠を飛び越えて、やっぱ世界に羽ばたいてしまう。世界の本当にいろんなファンが欲しがる音楽を作る。もうそれが菅野陽子様なのかなと、改めて思い知らされました。いや、嬉しいですよね。でも本当に菅野陽子様がまさかの実写までも音楽を担当するということで、はい、ぜひ菅野陽子好きな皆様楽しみにしていてくださいということで、これ実は前もかけたことあるんですけれども、やっぱりね、このカウボーイビバップ実写版を記念してこちらの曲をかけずにはいられないということで、こちらお聴きいただきましょう。タンク、はい、ということで菅野陽子様でタンクをお届けしましたけれども、いやー、タンク聞くとやっぱこのドキドキハラハラワクワクしますよね。カウボーイビバップ実写化されるということで、果たして菅野陽子さんどんな音楽をつけていくのか本当に楽しみだなと思います。でも本当に素晴らしいよね。もう世界にも通用する菅野陽子様、
今後も必見かなと思いますってことで、今日は先日トレンドになりました菅野陽子様の、曲からですね、今日はカーボイビバップアニメのタンクお届けしました。まあ、いろんなとこの BGM でね、このタンク使われているので、このアニメ以外にも、まあ、聞いたことがある方もいらっしゃるかなって思うんですけれども、本当に菅野陽子様は素晴らしい音楽をたくさん作られておりますので、今後も要チェックです。以上、ななみんの語るーム、菅野陽子様を語るのコーナーでしたー。